みんな大切にしているものが違う。でも何かを大切にしながら生きている。例えば勉強会に参加しない職員がいたとする。学ぶ大切さを知っている職員からすれば、あの人はやる気がない、参加するように指導してもらわないと、とマイナスのイメージを持ちやすいかもしれない。確かに多くの人が参加する勉強会に参加しない人がいると、チームの輪が乱れたり、成長の機会を失っていたり、介護の質の低下が心配になったりするかもしれない。その一方で、勉強会に参加しない人にはそれ以上に大切にしたいものがあるのかもしれない。その人は早く家に帰れることで家族とのプライベートな時間を大切にできているのかもしれない。帰ってからもやりたい用事や仕事があって、そちらにも力を注ぎたいのかもしれない。一日ヘトヘトになるまで働ききって、家でゆっくり明日への英気を養いたいのかもしれない。それは勉強会に参加すること以上に大切なことも多々あるし、勉強を大切と思う気持ちと、それ以外を大切に思う気持ちは、たとえ内容は違っていたとしても、その人にとっての大切と思う気持ちの重みは何も変わらないんだと思う。あなたが何かを大切にしているとき、他の誰かにもあなたと同じくらいかそれ以上に大切なものがある。それはどちらも尊重されていいもの。あなたもご自身の思いを第一に、誰かの思いも温かく受け止めながら進んでいただければ幸いです。あなたの介護応援しています。